あ、どうかしたのか。別に。少し夜風に当たってくる。何が起きたんだ。待ってたぜエリアン。俺をやるにはここは絶好の場所だ。セキュリティを抜けてでも必ず狙ってくると思ってたぜ。どうぞ組織の命令で動いてやがる殺し屋さんや。尾行に気づいていたよね。だけどもうさよならよ。支援要請。殺し屋だ。俺を殺し、あのお方の血を引くお前も始末するつもりなのさ。俺はあの男の息子なんかじゃない。いくら否定しようが、この女にとってはお前があのお方の息子であることは変わらねえ。だったらこうするしかないだろう。やめろ。分からせてやろうぜ、この町が誰のものなのかを。黙れ。やるじゃねえか。やっぱ血は争えねえな。させるかよ。ロック、その女の手を離せ。お前がどうあがこうが何も変わりはしないんだ。俺とお前であのお方の意志を継ぐんだよ。ふざけるな。亡霊に取りつかれやがって。お前には失望したよ。あのお方に恥をかかすわけにもいかねえ。二人揃って地獄に落ちな。支援要請。何？あんたに殺されれば、俺はあの男から解放されるのかな。さあ、でもそれで気が済むなら殺してあげるわ。今なら全てあなたの望み通りになる。自分の運命は自分で選択なさい。あなたはなぜここへ来たの。中中どこ行ってたんだ。別に。さてと、俺は二度寝でもすっかな。飯ができたら呼んでくれ。焦げ臭い。余
計なことするなよ。